すぐといてまれ。やがてこの映画はモスクワ国際映画祭の日本代表作品となり、筑山もモスクワへ向かう。その時のことである。モスクワへ着いた筑山は同行していたマネージャーにふとこうつぶやいた。ズナコモってロシア語あるべか。一体なぜ筑山はこんなロシア語を知っていたのか。ズナコモ、その言葉の響きが筑山の耳に刻みつけられたのは、彼がまだ20代で門付けをしている頃だった。戦争へと時代が傾斜していく中、食うや食わずの状態で流れ着いたのが北の最果て樺太。ちょうどその頃、樺太にはロシア革命によって国を追われた白系ロシア人たちが暮らす居留地があった。彼らの生活もまた悲惨さを極めている。筑山はやがてそんな村に足を踏み入れた。ロシア人にもまだいい人あってじゃん。いやいやいやって、つがるのだ、いいって、泊まりって。俺そのロシア人の医者双葉銀泊まって。いや、先のめば、ああ、現実はおめえも飲めって飲んだってんじゃ。見ず知らずの汚い風体の放浪芸人を優しく迎え入れるロシア人。その時彼らがつぶやいた言葉、それがズナコムだった。やがて通訳を通してズナコムはズナコームイというロシア語であることが分かった。ズナコームイ。そしてその意味は、アロフィズナコームイ。それを聞いた筑山は深くうなずくと、遥かな日々の友情に改めて思いを馳せていたという。ちょうどその頃から筑山は必ずコンサートの中である外国の歌を演奏するようになっていた。ちょっと美人の国の歌を一曲皆さんに次いただきましょう。しかもその歌を演奏する際、彼は必ず一つの思い出話を話して聞かせた。私は北海道人に助けられたことある。朝鮮人は大切だもんだもんだな、北海道に。それに草不定草でねんで、少々だつもりかけりゃいいでしょう。山稲が草んだべせやな。当時北海道には炭鉱開発のため大量の朝鮮人が強制労働に駆り出されていた。でそこにハンバーってたの。この辺どこから来たって言うんや。沢丸県から来たけど、どうならんで土地も払ってもう跳ねかれねえじゃん。俺はもう本当に、まあまあ韓国から来たもんだけども、俺はまあ水田はこっち口だけども、かわいそうだなおめえな、見え見えのにて。それで大した俺がこっちになってモディナスサイダー人もいた。おいしかったな、その時のご飯一生忘れねえだ。なんとそのいっぱいが、ね、入るのご飯のおいしいことはにおいしいばかりで、ね、ありがたくて、どうのこれも涙流しながら食べた。せめてもの感謝の印にと三味線を弾く筑山。それに応えるように彼らが歌う祖国の歌。
始めればやっぱり皆さん、ソ連人でも日本人でも朝鮮人でもやっぱりみんな一つ、ああ、みんな人間に継ぎ集めれば悪い人ばかりであるのでね。やがて時局はきな臭い匂いを放ち始める。徐々に戦時色を帯びていく時代の流れは定蔵にも無縁ではない。戦の図のこのこれ難言したことはありません。おばさんにも叱られりゃ何でもするくちょめくしゃめしひいてやれてんだ、このバカ者をこの置いたて隣組長のなんだとか上海長のなんだとか何かの軍人のなんだかとか書かれもたいまたそういう人はおらばいんずみなんだ。私は監督鍵だ。